今回はこれからの時期には欠かせないシェルを使ったシェルフレンチを5種類ご紹介していきます。ベースカラーやフレンチ部分、そしてシェルのカラーなどをいろいろ変えて楽しんでいきますので、一緒に楽しんでいただけたら嬉しいです。それではまずベースのカラー、プレート部分に塗っていくカラーはプリジェルのこの4種類のカラーです。1本はクリアベースでやっていくんですが、このプリジェルのビスケットベージュというカラーをですね、メルティのクリアジェルと柔らかく作っていただいて、親指のところにですね、グラデーションとしてあの根元やっていきたいと思います。ベースがクリアなものと、根元からですねベタで色をつけていくタイプと、あとはグラデーションでつけていくタイプと、両方全部ですね見ていただけるので、どんな風な色の入り方になるのかチェックしてみてください。それではまず小指にですね色を塗っていきます。ここにはチェリーピンクというカラーなんですが、このカラーはちょっとピンクのこう優しい感じ、あのベリーピンクみたいな感じなんですけれども、すごくあの優しい感じにこんな風に発色していきます。そして先端のこの部分はフレンチにしていきますので、ここは塗らないようにしてください。続いて薬指はポンパドールピンクという、ちょっとあのピンクベージュみたいな感じなんですけれども、ピンクベージュなのですごく肌になじみやすい感じのカラーです。先端にかけてカラーが薄くなるような感じで、こんな風に仕上げていってください。続いて人差し指にはダスティーベージュというカラーで、ここ先端のフレンチのところをですねあのクリアにしていきますので、根元の部分をあのガラスフレンチでもやったようにですね、のプレートの部分でこうフレンチラインを作りながらですね色を塗っていきます。ベージュのカラーなのですごく見にくいんですけれども、先端がですねあのクリアでしっかり映えるようにですね、このラインでしっかりと取っておいてください。ラメフレンチとかにするときもですね、こんな風に先にプレートでフレンチライン取ってあげた方がいいです。では続いて親指ですね。ここにはあの先ほどですねグラデーション用にクリアジェルと混ぜて作っておいたあの柔らかいジェルでやっていくんですが、ここもですねあの先端はラメフレンチにしていきますので、このプレートのこのカラーでですねフレンチラインを取りつつ、まずはラインでですねフレンチライン書いていただいたら、下にこう引っ張るようなイメージでですねグラデーションをつけていってください。すごくあの肌なじみのいいカラーなので、あの本当に優しく引っ張ってあげるだけで綺麗なグラデーションになってくると思います。では早速今度はフレンチ部分やっていくんですが、小指と薬指にはですね白と黒のフレンチにしていきますので、まずですねあの未硬化ジェルを拭き取ってあげてください。であのフレンチを描いていくのはアート用のジェルを使っていただくと、ピシッとしたラインがですね出てきます。両サイドの山の位置をしっかりと合わせて綺麗なフレンチライン取ってあげてください。では続いて薬指には黒のカラーでですねフレンチ描いていきます。でこれも同じくですねアート用のカラーで描いていただいた方がピシッとしたラインが取っていけます。小指薬指はカラーの上にシェルを乗せていくとどんな風になるのかというのをですね見ていただけるといいです。では続いて中指のところはですねベースはクリアベースなんですけれども、フレンチ部分はですね白のラメにしていきます。クリアジェルと白ラメをですねあの混ぜていくんですけれども、この時ですねあのあまりジェルが柔らかすぎてしまうとあのフレンチラインがですねしっかり描けないので、できるだけちょっと固めにですね作っていただくといいです。ここはもうあのベースがですねクリアなので、この白ラメでですねしっかりとフレンチラインをこんな風に作っていきます。ベースがクリアな分ですねしっかりあのエッジの部分は隠してあげてください。続いて親指にはですねエリコネイルの純銀シルバーのグリッターをですねフレンチ部分にやっていきます。先ほどの白ラメと同じようにクリアジェルと混ぜて少し固めにですね作ってあげてください。でもこの時はですねあの親指のところベースにカラーが入っていて、あのカラーでフレンチラインを取っている分ですね若干柔らかくても大丈夫です。ベージュのラインをなぞるような感じでですねしっかりと両サイドの山を持ってきながらドラメフレンチ描いてあげてください。ではでは早速人差し指からやっていきます。ここにはあのフレンチ部分クリアになってますので、あのちょっと濃いめのシェルを使うと映えるかなと思ったので、シェルシートのこのパープルとあのホワイトを使っていくんですが、フレンチ部分にあのシェルを入れていくので、できるだけ小さめにカットしていただくといいです。で小さくカットしていくんですけれども、あの本当に細かすぎてしまうとちょっとシェルが生えなくなってしまうので、小さい中でもですね大きいものと小さいものというふうにですねランダムに割っていただくといいです。のり代わりになるクリアジェルをフレンチ部分に塗っていただいて、シェルシートを置いていきます。
濃いカラーのものを映えさせた方がいいと思うので、パープルと白だとパープルを多めにですね、大きいものをちょっと主になるような感じで入れていただくといいです。これで一度硬化していただいたら、続いてですね、クラッシュホイールのゴールドをですね、このシェルとシェルの間に入れていきます。これ隙間に入れていくもの、金箔とかでもいいんですけれども、このクラッシュホイールって金箔よりもホイールなので輝きがですね、ピカーンという感じに輝くので、私すごく好きなんですが、目立たせたいときはこういったクラッシュホイールを使っていただくといいかなと思います。こんな風にすごくいい感じにシェルが生えてますよね。では続いて中指の白ラメでフレンチしたところにはですね、このブルーのシェルを入れていきます。同じように大きさをですね、大きいものと小さいものというふうになるようにカットしていただいて、先ほどよりですね、少し隙間が空くような感じで入れていただくと、下の白ラメもですね、生えてくるので、こんなバランスで入れてあげてください。そしてここにはですね、乱切りのホイール、ゴールドのものをこんなふうに散りばめてみました。白ラメも、そしてこの乱切りのホイールもすごく輝いて、ブルーのシェルも生えていますよね。では続いて親指のシルバーラメの上にはですね、ベージュのシェルとブラウンのシェルをミックスしていきます。シェルを入れていく時のちょっとしたポイントとして、爪の上にシェルを置いていただいて、そのまま筆でちょっと動かすと、いい感じでこの爪のカーブに合う部分っていうのがですね、できてくると思うんですけれども、その部分にできるだけですね、シェルとこの爪の間が隙間が開かないように、曲面にペタッとなる部分でですね、固定していただくといいです。続いて小指の白フレンチの指にはピンクのシェルを入れていきます。白のベースなので、できるだけ濃いめのシェルの方がですね、シェルがすごく映えると思います。シェルをランダムにですね、割っていただいているので、その割った部分の一部がちょっと直線になっている部分あると思うんですけれども、そういった部分をフレンチラインのところにですね、合わせるような感じで置いていただくと、バランスよく置いていけます。そしてここにはですね、このまたシェルとシェルの隙間に、同じクラッシュホイールなんですけれどものシルバーをこんな風に入れてみました。そして最後に薬指の黒フレンチのところにはですね、ちょっとカラフルな感じで入れてみたいので、今まで使ったシェルをですね、ミックスしていきます。ミックスしていく中でも、ピンクとパープルって色味が似ているので、そこがですね、こう隣同士にならないように、その間にブルーとか白を挟んでという風に調整していただくと、色のバランスが良くなってきます。黒のカラーの上に濃いカラーのシェル、すごく大人っぽく映えますね。そしてさらに上品に仕上げていきたいので、金箔を間に入れていきます。この金箔なんですが、最初にご紹介をしたクラッシュホイールのゴールドを入れていただいてもいいんですが、上品にしていきたいときは金箔の方がおすすめです。はい、こんな感じで5種類いろいろな方法で組み合わせてみました。では続いてトップジェルコーティングしていくんですが、トップジェルもですね、シェルを埋め込んでいくとき、ちょっとしたポイントがありますので、チェックしてみてください。フレンチというだけで先端に厚みが増しやすく、さらに今回はシェルを埋め込んでいるので、全体的にコーティングしていただいた後、爪先から根元にかけて光のラインを作るように、真ん中のライン、そして両サイドというふうにですね、のジェルを動かしていただくことによって、と根元のところにもですね、しっかりと厚みが出てきますので、厚みをですね、均等に取るように調整してあげてください。そして普通にコーティングをしていくと、どうしてもこの爪先の部分ですね、シェルがある分、シェルとこのカラーの間にですね、隙間ができやすくなっていますので、そこにトップジェルが回りにくくなってくるので、しっかりとこう先端のところをですね、トップジェル埋めるようにコーティングしてください。そんな感じでコーティングしていただいたら、もうこれはですね、セルフでやっていくときは特になんですけれども、必ず爪を下向きにしていただくことによって、また光のラインがですね、しっかり通ってきますので、今の手順でコーティングしていただいた後に、最後に下向きにというふうにやっていただくといいです。先ほどもお話ししたシェルとこのカラー、爪の間のところがですね、隙間がある分、このトップジェルコーティングするときにこうさっさというふうにやってしまうと、気泡も入りやすくなってきますので、シェルの部分はですね、このハケを動かすときにちょっとゆっくりめに動かしていただくと、しっかりとですね、間にトップジェルが回ってくると思います。こんな感じでコーティングが終わったら、未硬化ジェル拭き取っていただいて形を整えていきます。
今まで通りのこの形の整え方と同じようにですね、このサイドのラインに沿ってですね、ちょっとデコボコしてしまったところをシュッとした形に整えていくんですが、この特に今回ですね、小指薬指はカラーと白フレンチと黒フレンチのところにシェルを乗せているので、しっかりとこうガガガガとこう削りすぎてしまうとフレンチ部分が剥げてしまいますので、シェルでこう出っ張ってしまった部分だけをこう削るようなイメージで、こう丁寧にですね、確実にこうチクッとした部分を削るようなイメージで、そこにファイルを当てて動かすというふうにやってください。ところどころこう指でですね、ちょっと他の指でこう触ってみて、チクチクしているところとかをですね、確認しながらやっていただくといいです。でファイルをこう削って表面も削っていくんですけれども、その時ももうガッ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 というふうに削っていくのではなく、こう丁寧にですね、優しい力でチクチクの部分だけを取っていくイメージで削ってあげてください。シェルの部分は削れてしまっても、その削れたところがですね、いい感じにこうシェルが輝いてくるのでいいんですけれども、やっぱりこのベースに入れたカラーだったりとか、間に入れ込んでいったホログラムとか金箔とかですね、そういったものも削ってしまうことになりますので、こうシェルで出っ張ってしまったところだけを削っていくというイメージでやっていただくのが大事です。なんですが、ラメベースにしたところとかはですね、削ってしまってもそんなに目立たないので、ベースをラメとかにしていく場合はですね、あまりこう気にしないで削っていただいても大丈夫です。はい、こんな感じです。では続いて中指のベースをクリアにしたところですね、このフレンチの境目のところにミラーラインを描いていきたいと思います。ミラーラインも今人気なので、こんな風にですね、シェルと組み合わせていくのもありですよね。ミラーラインもこう1本でこうフレンチラインで引っ張っていくのも素敵だと思うんですけれども、ちょっとうねうねというようなうねりラインでつけていくのもかっこいいと思います。なかなかやっぱりこの1本のラインでフレンチラインをこうピシッと均等なラインで描いていくのって難しいので、そういった意味ではこの1本ラインよりもですね、うねりラインでつけていただいた方が気軽に楽しんでいけますよね。今回細いラインで引っ張っている分ですね、こういった小さいチップでですね、丁寧にこすりつけていくんですが、どうしてもこのプレートの部分に散ってしまうと思うので、丁寧にですね、綿棒などで拭き取ってあげてください。では続いて人差し指の、先端をクリアにしたところですね、このベースでフレンチラインを取っているので、これだけでもしっかりはしてるんですけれども、さらにですね、こういったアート用の白でフレンチラインをこうピシッと引いてあげると、またちょっとかっこよく生えてくるような気がしたので、こんな風に細ラインを描いてみました。これもなかなかですね、綺麗な細いラインでですね、均等にフレンチライン描いていくのって難しいので、うまく引けない場合は逆にフレンチラインを太くしていただいて、ダブルフレンチみたいな風にするのもありな気がしますよね。はい、ではこんな感じで最後にですね、色ジェルのグロッシートップジェルでしっかりコーティングしていきます。サイドと表面の部分をですね、削った分ツヤを出しつつしっかりとコーティングしていきますので、先端部分までしっかりと塗ってあげてください。ちょっと多めにハケにですね、取っていただいて、多いものをこう拭っていくような感じに塗っていただいた方が綺麗にコーティングしていけます。そしてこの、中指のところに関してはですね、ミラーラインを入れているので、全体的にコーティングしていただいた後、このミラーラインのところをですね、せっかくのこの膨らみのところ、凹凸感があった方がかっこいいので、そこの部分だけ拭うような感じにしていただいた方が立体になってきます。それではこんな感じでキューティクルオイル塗っていただいて完成です。ベースのカラーを変え、そして先端もですね、フレンチの部分とカラーと、あとはラメ組み合わせるシェルもいろいろなカラーで試してみました。ガラスフレンチと同じく先端フレンチの部分が映えるようにベースのカラーを塗っていただいた方がラインがはっきりするので、すごくかっこよく仕上がってきますよね。クリアでもすごく素敵なんですけれども、ベースをクリアにしていくときは今回のようにですね、こういったミラーラインとかで楽しんでいただくのもありだと思います。今回はこんな感じの組み合わせで5種類ご紹介をしたんですが、同じこの道具を使ってまた組み合わせ方を変えると違った表現になってくると思いますので、いろいろな組み合わせで楽しんでみてください。シェルを使いたいけどどんな風に組み合わせようなんて思うこといっぱいあると思います。そんな時の参考にしていただけると嬉しいです。
続いて我が家のちょっとした出来事です。先日中娘が外で遊べるようになんかスケボーみたいなのが欲しいというふうに言ったので、それを買ってあげたんですが、そのスケボーが入っていたこの箱、捨てようと思って玄関先に置いておいたら、それを我が家のおてんばした娘が持ってきて、考えましたよね、ボートにしていたんです。おもちゃの杖をオールにして一生懸命人力で前に進んでいました。自分がボートの中で動いているだけで全然進んでいないんですけどね。おてんばした娘は本当に発想が豊かというか、いろんなことを考えつくもんなんですよね。見ているだけで面白かったです。そしてこのボートで遊んだ後、部屋がすごくまたおもちゃで汚くなっていたので、寝る前にしっかり片付けてねというふうに言ったんですが、片付けたから寝てくるねと言って寝に行って、私がチェックしてみると、おいおい、これはないですよね。バービーちゃんの首だけ出ていて、これではバービーちゃんかわいそすぎますよね。分かっていてやったのか、全く気にしていないのか分かりませんが、一つ一つ大事にしてもらいたいものですよね。まあこれもおてんばした娘らしくって笑えてしまったんですけどね。以上、そんなこんなの我が家のちょっとした出来事でした。今回も最後までお付き合いありがとうございました。